どうも、今日のゲストは、ジュレンマスター。はい、ということで、ついに4月23日に公開が迫りました、マスターファイターのメイドレパック。今日はこちらのカードを使いまして、はい、銀河最速で銀河コードネームをやってみたいと思います。ゆえまコードネームはね、同じの企画なんですけども、はい、オリジナル企画ですからね、はい、コードネームって何かと言いますと、はい、まあ、20個の、ね、ヒントの中から、まあ、敵のスパイを見つけ出して、うん、まあ、先に相手よりスパイを勝ち取る、はい、ヒントを出し合ってそれを答えるというゲームなんですけど、はい、ジュエマのカードやっちゃうんでね、はい、ありがとうございます。はい、なのでこれからこのバッグをまた向く、うん、それでそのままやるという、ね、特別にチーム分けを同チームね、そう、はい、これね、マスターファイナルメイドバッグの目玉であります、はい、マスターバックスカードを用意しました。こっちはね、主人公、同チーム、そしてライバルチーム、ライバルチームということで、これをね、100個引いて、まあ、上の人とライバルの人がチームになるということで、うん、はい、見てください。意外です。せーの、はい、お、チームライバルが軍曹とむいちゃん、はい、意外な結果に当たってどうなっちゃうんだこれは。じゃあ早速やっていきましょう。いくぞ、じゃあ、はい、ということで準備が整ってまいりましたが、いよいよ向いていくんですけども、はい、こんな感じになっております。発売ですね。はい、こんな感じでこれバックとこのね、卒業証書を持ったジョー君が、はい、はい、デッキ見ますね。1パック4枚入り、マスター関連何かが出ますというすごいパックなんですよ。すごいパック、なかなかないですよね、このバック、しかも他のカードも上限のね、思い出満載という、はい、素敵なパックで、今回はあ4枚なので、うん、5パックも来たいです。はい、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 じゃあこれで運送チョイスで、じゃあこっちに出します。じゃあ行きましょう。はい、はい、どんなカードに出会い、うおかぶりなし。かぶりないから、お、すごい、結構いい出ますよ。マスターカード出るね。出る出る。アストラゼーレクも出ましたよ、懐かしの。ホームキもあるわ、キラスレンジもあるわ。そういうラスイチから出るか、マスターマックス。うわー、じゃん、おー、出なかったけど、わ、出た。あ、でも、あれも出てますね、そのウサギ。岩絵もあるし、そのウサギ偽物、ついに来ました、ウサギ団。ねー、ちょっと一旦並べていただいて。はい、ということで、せっかく初開封なので、うんうん、銀河初なので、ちょっと銀河初カード舐めていきたいと思いますよ。そうですね。はい、じゃあこっちからメラビーズドリー、懐かしいですね。気分上々メラベンチャーに出ました。で、かませバーン。かませバーンがガチャレンジですね。このカードも結構ガチで使われたことありましたからね、結構ね。そしたら進化のパイセンチュリス、パイセンチュリス、はい、ビーストジョッキを強化してくる1枚ですね、はい、そして黒豆&白米、また断食来ました。ザ・ジョラゴンガンマスター、むちゃが引いた、はい、来ました。いや、これすごいです、かっこいいですね。ガチャレンジシリーズのジョラゴンですね、はい、そしてヘブニアスサイン、はい、結構最近のカードのような気がします、はい、これ入ってるんですよ、バッチリ、バッチリですね。超強力3色トリガーですね、はい、結構使われてますよね、はい、でマジカルイッサ、久しぶりだな。そう、ガチャレンジのね、将軍編ワナミ、はい、このカードもガッチでは結構よく見かける1枚ですね、うんうん、そしてこちら新カード、高校構成ボルシャックアデブという、アデブなんやこいつというね、うん、まあ、そういう YouTube では最近されてね、はい、そして来たジャオですよ、ジャオ、ジャオ、初代ジャオ、初代ジャオですね、はい、鬼が覇王ですね、はい、そして弥勒異名王、これも新カードですよね、はい、こちらも、ね、解禁祭でね、これツバイランさんに紹介していただきましたが、うん、これも新カードございます。さらに回収 TE10、はい、これもね、すごい強いんだよね、やっぱね、カード、ルージ結構ガチャレンジも今回入ってるので、ここばかり、ね、はい、ガチャレンジのカードにも注目でございます。そしてガチャレンジといえばのアストラゼーレ、アストラゼーレ、私アストラゼーレ君大好きなので、はいはいはい、久々に会えて嬉しいですね。オーラオーラさん、はい、見ましたよ、ティラストジョスサッパーバック。このカード超強いですね。いわゆるこの物語の終幕を、いわゆるですよ、はい、これも結構面白いカードですよく、うん、非常に出番がある素敵な一枚ですね。イチゴチタンク、はい、レッツゴイチゴ、ツインパクトを、ね、支えた1枚、そうですね、ツインパクトのスタートデッキに入ってたのかな、入ってますね、この時のクライムボダラガイ、はい、クライムボダラガイ、無限クライムも入ってます。いや、もうだ全部入ってるから超歴史 だ、ね、やばいよ。しないガザンド来た、そう、斬新しないガザンド、しないガザンド、このカードちなみにガチ関係でめちゃくちゃ使われてるから、これ要は上編の思い出もそうなんだけど、うんうん、大会とかで活躍した歴史もそのまま入ってる、ね、上編の大会の歴史もここにあると、しないガザンド超ガチカードなんです。来ました、そのウサギクセモノに、はい、はいはいはい、上編をね、そう、かかたる上で欠かせない、はい、それ最後が、はい、
僕が一番ね、松本先生の設定ラフが大好きなメテオシャワーオーロラシアターね。いや、とんでもない急にこれ来ましたからなんじゃこいつみたいな。はい、というわけでこちら20枚でオートレビやっていきたいと思います。さあ、早速ですけど、はい、じゃあ今度は僕と軍曹が、ヒントを出す側になります。はい、出す側になりましょう。はい、はい、ということで、じゃあ早速やっていきたいと思います。はい、それでサクさんチームが赤で、はい、今ムーちゃんチームが青で、はい、はい、お赤先行ですね。はいはいはい、ちょっとじゃ あの確認タイム、はい、確認タイム、なんかそんな感じなんだ。よし、じゃあ始めますか。じゃあ先行で赤チームの僕の、あの僕&サクさんチームですね。はい、はいはい、チーム上で参りたいと思います。はい、まあ、まずは、うん、手堅くいきますかというところで、はいはい、ガチャレンジクリーチャー2。おお、手堅い、手堅いでしょ。2か、まあ、ありますね、そういうことも。まあ、そういうことはありますね。マジか、いきなりやってしまった。大丈夫だと信じてます。やっちまった。おそんなことないな。なるほど、手堅くねえぞこれ。じゃあまずはマジカルイッツ。マジカルイッツ、おこれは赤です。おハランの幕開け。主に俺のせいで。ジョラゴンガンマスター。ジョラゴンガンマスターは青です。イエーイ、手堅いですね。手堅い、手堅い。ダメだこれ、金曜日だから疲れが見えてる。じゃあこれであの軍曹チームに、はい、攻守交代ですね。攻守交代ですね。いやでも俺やろうと思ってたやつが逆にこれを狙ってたんですよ。これを狙ったんですよ。逆に竜で2。竜で2。これを果たしてムーちゃんは汲み取れるのか。まずはイラストでのシャッパーク竜。龍でーす。龍だね。もう一龍です。もう一龍。ボルシャックアデブ。ボルシャックアデブは龍ですけど。龍ですけど、これはどっちでもない。はい、どっちでもないです。なるほど。じゃあ私、はい、一応さっきやっちゃったからいきます。うん、全除去2。おわ、全除去、全除去2でお願いします。全除去2で、はい、決まりました。お願いします。まずは、はい、こちらのジャオガ、鬼ヶ覇王ジャオガ。こちらは赤ジャオガ。赤ジャオガ。で、アストラゼーレ。おお、こちらはノーガジャオガ。なるほど、いやいやいや、これでもね、確かに確かに、でも確かにそうか。なるほど、まだ頻尿日間のチームライバルですね。行きますよ。やばいやばいやばい、行きます。大丈夫、向こう向こうで結構。そうだよね。遠い目しないでもらった。はい、行きましょう。はい、小動物2。小動物、小動物2。はい、まあ確かに見るからに埋めてくださいね。そうですね。パイセンチュリスからいきましょう。パイセン、小動物、これ俺も分かんないもんね。ちょっとありますね。ウソのヒント分かんねえ。どっちかな。このウサギ専門にして勝負。やるわ、やるわ。エクストラターン。ちょっとここは、はい、ターンエンドで。そっか、まあでも、まあでもだよ、難しいっすね。じゃあ行きます。はい、ドカーン2で。ドカーン、手堅くない結果ドカーン2で。手堅いぞ。ドカーン2でお願いします。ドカーン2で。ドカーン2。はい、行きます。お願いします。かませバーン。かませバーン、赤でございます。ドカーン。そうなんですよ。なんかちょっと待って、もう運に委ね始めてもらったらいいですか。メラビートとジョニー。こちらドカーン。ドカーン。ドカーンですよ。そう、全部正解するとエクストラターンで1回ね、僕たちチャレンジできますが、はい、どうしますか。大丈夫です。あら、大丈夫ですか。大丈夫。いいです。じゃあ私たちもさ、はい、ちなみにこれは青が7個取ったら終わりですね。あと2個で、あと1個です。はい、わこれで
ブーちゃんにかけよう。おキングマスター1。おお、なるほど。あ、そういうことか。キングマスターで1、ここはキングマスター1って。はい。なるほど。おぉ、寝てよしゃばー。はい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 。キングマスターも結構いますもんね。あ、勝つ勝たないプレッシャーのここでえぐえぐ。だから今までにラグンソーが出したヒントになることはあるよっていうね。カモね。カモね。マリカモーニ。未だにそこをよく分かってないんですよ。怖いな。いやでも、前回行ってるから、前回行ってるから。いいぞ、思った、いいぞ。いやいやいや、じゃあ、やめときます。なんとしてもやったかったのに、じゃあ、ってことはこっちなんですね。はい、ここで4つくらいいいですね。そういうことですね。4つくらいいいんでしょ。余裕だし、余裕だし、ちょっと待ってよね。考えろ、俺考えろ。何もないんじゃないですかね。いや、ある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 。ここで4つ取らないと勝てないから。そうですよ。ここはちょっと。3つ正解のエクストラで勝つしかない。いや、決まりました。おぉ、ギロリさん。ギロリさんでございます。結果ギロリさんでございます。ギロリさん、ギロリさん、お願いします。お願いします。ギロリさん、ギロリさん、まあ、ギロリだから目がないとあるよ。ギロリじゃないし、あ、ギロリ、ギロリ、あと1個のギロリがどこ、おいけるかこれ、いけるかこれ。いってみます。お願いします。一つ目は、はい、マノミ。あー、ギロリ、一番ギロリしてる。これはギロリじゃない。ギロリしてない。ギロリしてるな、これは。結構ギロリしてますよ。もっとギロリがいた。はい、ということで、じゃあ、じゃあうちらのティーブライバーのウィニングね。儀式1。はい、儀式1も1しかないですよね。ヘドニアシュサイン。正解。はい、素晴らしい。ということで、今ムーちゃんチームの勝利。やりますね。なぜ？いや、じゃあギロリ分かりました。誰か。なんか他はどれどれ？僕はギロリ。はい、ギロリ。はい、それギロリです。ギロリです。ここもギロリかな。それギロリじゃないですか。違うんですよ。ダメでした。はい、すみません。これはね、もうね、クリックの策なんですけど、まあ、あのボダラガイがね、目が多いってことです。あー、ギロリ。で、妙もよく見てきたら、この腕に目があるんですね、こいつね。あー、ギロリしてる。ということで、ギロリかなということだったんですけど。なるほど。確かに思ったよりギロリになっていたね。はい。僕、竜でした、これが。そうですね。そう。あー、竜ね。ドラゴンじゃなくて竜。はいはいはい。なるほど、悔しい。でもまだ、第2ラウンド行きましょう。はい。そう。いやはい、ということで2回戦。はい、よっしゃ、向こう向こう。よし、よし。いいのかい、向いちゃって。向いちゃおうぜ。おぉ、来ましたよ。え、赤眼の王、オブシリア。そしてクライマックスブランド、あるグンソーだって、スマッポンもね。あ、スマッポンだ。あとでカードがね、カードでお探ししましょう。はい。うわ、おぉ、おぉ、出たー、出たー、出たー。マックスカード出ましたね。ブランドです。かっこいい。すげー。しかも、すごい。パーフェクトジョーカーだぞ。そうだ。すげえすげえ。こちらバリスイトウヨ。そう。アイアム。アイアム。マギガンダノス。すごい。ギガニだね。ここは超ガチャレンジチャージャー。で、終わり終わり終わりのポンノスケ。カツラデランス来ました。ギラメシアサッパークカリバー。懐かしい。こんな箔使ってたっけ、もうギラない。箔すごいこれ。あ、スー、ノギュール、あ、そうなんですか。あ、デンジャレよ。はい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 。はい、ということで並ばれましたんですね。はい、クライマックスブランド。はい、クライマックスブランド。オブシディア。オブシディア。ザダンスペルビア。はい。で、スマッポ。はい。で、バッドブランド、マスターマックスブランド。マスターマックス買うでしょ。はい。そして、バリスイトーヨ。バリスイトーヨ。で、深海の歯をググッピーですね。グッピーですね。はい。そして、やったれまーん。タレマン。タレマンですね。タレマンオブやったりですね。で、漫画のキャッスル。漫画のキャッスル。そして、パーフェクトジョーカー。パーフェクトジョーカー、かっこいいね。かっこいいですね。そして、アイアム。アイアム。スペシャルですね。
大樹をギガンディダノス、ギガンディダノス、それ超ガチャレンジチャージャー、はい、オワリポンノスケ、オワリポンノスケで、カツラリダンス、アプロ行きまーす、行きます、それでギラメシア、サッバーク、カリバー、はい、カリバーですね、後悔ってカリバーですね、はい、審判の静まり、シンパスとジャスティスシェイパー、はい、はい、そして霊言のユーゾ、そうなんです、はい、超機動トラップデンジャーレオンと地獄極楽トラップ目視力と、地獄極楽と来ましたもんね。はい、というこの20枚でやっていきたいと思います、はい、というわけで今度は、はい、ヒント出すのは、ブーちゃんとサクさん、はい、それ我々伝える側がおじさんっていきますか、はい、お願いします。じゃあ、はい、確認タイム、確認タイム、はい、いや懐かしいですね。それでは赤チーム、赤チームから、赤チーム、はい、あの実在の言葉ですいませんお願いします、はい、すいません、チームジャロル、チームジャロルからお願いします、ジャロル、ジャロルでお願いしますよ、ジャロル、はい、これでもちょっと結構いいの、あ、いいのある、追いついちゃいました。これは何がなんかこれなんですよ、壮大なバブルみたいな、違う違う違う、ガチガチガチ、ちょっとちょっと今スッてなりましたよ、おやおやって、ね、いきます、お願いします、でかい3 あーでもでもやりやりやり、ちょっとね、ちょっとわかるかも、でかいはね、でかい、いいヒントの可能性ございますよ、はい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 、もうでかいの上から選んで聞いてくる、確かにね、じゃあまずはこちら、うん、大樹王ギガンディラノス、でかい、でかい、でかい、一番でかいですね、ね、続きまして、はい、じゃあアイアムでかい、ワールドブレイカーだもん、でかい、確かに、そっか、しかもサイズも確か上がりますよね、これね、そうですね、はい、3枚目、おぉ、はい、ギラメシャサッパーカリバー、でかい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 、素晴らしい、素晴らしい、よかった、素晴らしい、これはでかい、エクサタワーなしで、すごいね、いやいや、素晴らしいと思う、いや、これはよかった、やばい、追いつこう、追いつけます、おぉ、おぉ、めっちゃいいですね、めっちゃいいですね、めっちゃいい、めっちゃいいですか、いきます、はい、スインパクト3、おお、そんなんあり？そんなんあり。三？おや？今回結構事件起きちゃった。おやおや。おやおや。じゃあ。なるほど。嘘、そういうこと？まさか。デンジャデオン。デンジャデオンはスインパクト。おお、スインパクト認定。カツラデランス。スインパクト、スインパクト、一番認定、バリスイトーヨ、バリスイトーヨはスインパクト認定、じゃあエクストラターンじゃないですか、マジちゃう大丈夫です、とりあえず大丈夫、はい、大丈夫、なるほど、じゃあ、3円ですね、いやー、取れた取れた、3つ取れた、いやー、なるほど、これはすごいな、これはいけるんじゃないか、おっ、期待したい、もうそれが前振りしか来なくなっちゃってる、はい、いきます、はい、長い、にちょっと長い長い、サクさんなんか広告のあれみたいになってる、ゲーマのカードは長すぎる、でかいから長い、長いね、はいはいはい、でもあれもふがしかな、まだ長いってことは、うん、多分そんなにひねりはないと思うんですよ、うん、歴史が長いみたいな話にならないと思うんですよ、歴史、名前、心の距離、それはチアリーだけだ長いは長い、持ってるものが長いとか、あとイラストレーターさん長い、あーあそのパターンは思いつかなかった多分違いますねまあいきましょう、はい、まずは、うん、一番長そうな、はい、パーフェクトジョーカーズ、長い長い長い、次がもう分かんないんだそうなんだよね、パッと見てうわ長って思うのは、はい、このカードなんですよ、おいきます、はい、ザタンスペルピア、このカード長い、長いですね、長い、なるほどね、はい、はい、じゃあターンエンドですね、はい、はい、青チームやばいな、なるほど、これは来たかも、おー、これは来たか、あとこれは3枚ですね、あと3枚です、はいはいはい、いや、この回終わっちゃう？お、行く？行けると思います。お、お、やめた方がいいんじゃない？いや、自分のマジだったの。行けると思う？無理。迷った時に出てくる悪い方じゃない？ダブルブレイカー3。おい！いろいろいますけどね。じゃあ、はい。行きます。あ、もう行く。ダブルブレイカー。で、チンパ。はい。チンパの静まりチンパス。イエス、青い、やばいやばいやばい、あと2個、あと2個、あとはバットブランド、バスターマックス、ダブルブレイク、うわーい、い
ちゃやばいなこれ。じゃあ僕の大好きなそうなんです。そうなんです。一気でしたね。一気でしたね。ラブブレイカー。すごい。やりました。やるわ。これくらいしてくれたのよかったね。ラッキーだね。確かに確かに。ちなみにちょっと長い。長いは、お名前が長い。お名前だったんですね。すごい長かった。これか。漫画のキャストか。はいはいはい。長い、そっちだったか。長電話は長電話。長電話はちなみに、ありです。ありだね。ありだったの。あー、そっちか。なるほど。持ってるものが長いしかでいかなかったですね。はい、ということで、はい、あれですね、うん、1ターン目のムーチャのヒント、実は、うん、ツインパが3だったんですけど、はいはいはい、全部正解だったってことね。そう、でも 3までしか言えないですからね。だから別にどれさせても OK だったね。そうで、いけばよかったけど、でもね、そうするとダブルブレーカー3ができなかったから、うん、それはそれでいいんですよ。運命としてね。確かにね、はい、いやでもすごい、いやすごいわ、素晴らしいと思います。やったぜ。この前ドボンになったからね。そうです。はい、その雪辱を晴らしました。嬉しい。はい、ということで、はい、盛り上がりましたね。しかし久々の完全敗北。いやー、完全勝利でございます。そんなね、素敵なカード満載のマスターファイナルメモリアルパック7月23日発売でございます。もうすぐです。はい、今日見ていただいた通りね、めちゃめちゃマスター出るし、そうなってるカードも出るし、はい、もう楽しさ満載ね。見ててテンション上げ上げのパックです。はい、ぜひよろしくお願いします。そしてですね、明日7月19日に銀河最速開封生放送をしちゃいます。別銀河です。別銀河でということで、そちらもぜひ皆さんもチェックしてください。満載が出てくるでしょうね、いろんなカードが。ということで、この動画が面白かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。はい、そしてコミュニティ投稿なども様々ありますので、ぜひ皆さんチェックしてください。はい、はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。ジュレンマスターズ。バイバーイ。バイバーイ。ジュレです。